ではエンジンルーム見ていきます。特に変わっているようなところはなく、ヘッドカバーも非常に綺麗な感じ、珍しいですね。こんな感じです。EK9 の中ではね、この車は距離が少ない方になるのかな。なので比較的エンジンルームも綺麗な感じ。ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。エンジンの使用全然問題なくて、アイドリングも HKTT4 は特にしてないですね。ちょっとふかしてみます。上がりの方も特に、違和感を感じるところはなさそうです。以上です。